皆さんこんばんは。それではウォッチドッグス2の続きです。いいね、ありがとうよ。イエスさん。やったんだ。お前はよくやってる。うまくいかずだ。ただ必要な部品がないと。おいおい、見るんだ。そうだよ。作り直すようなもんだよ。ほらよ。おお、いいね。グッチョだ。おい、ブルーはなしだ。いっそ女子には例のやつ飲ませたらどうだ。いや、なんでもない。行くぞ。イエーイ、ウォー、最高だ。ここにいるみんなに言いたい。イカれたデッドセックに、俺たちは最高のハッキングコーディング集団だってな。今のは警察には内緒だぞ。とにかくデッドセックに乾杯だ。よし、次はスマートハウスを見つけてサーバーに侵入する。アヘドコンプレックスの表示装置は見た感じどうだ。そうだな、警備は緩い。ゼロデイを倒しても安全、多分多分ね。そいつはどうも。何言ってるかもやってるかもさっぱりわかりませんが、とにかくスマートホームっていうやつのモデルハウスに侵入します。信号無視。この町の警察は交通法違反で全く摘発しないようです。まあいちいち発見されたらゲームのテンポが悪くなりますけどね。おいみんな、うまくいったぞ。侵入成功だ。やるじゃない。家の中を調べてみて。
ホームはセキュリティのためにデータをローカルで保管してるの。家を見に来た人の映像にアクセスできれば警鐘を鳴らすのに十分よ。了解。報告事項なし。容量は最適です。ではこのモデルハウスに侵入します。侵入といっても自分が入る必要はないのでラジコンを活かせます。オールクリア。異常なし。セクターパトロール完了。異常なし。システムは最適に稼働中。未来のスマートハウス、ホームへようこそ。施設ツアーをお楽しみください。どうか時間をかけて心から空間と触れ合ってください。ご自由にアイテムに触れて、感じて、開けて、使用してみてください。これはあなたの経験、あなたの旅です。そして決断を下されるときはお忘れなく。ホームでなければ家ではありません。オールクリア。システムは最適に稼働中。配線を見てます。クリアなし。コード3付近の車両へ警報発動地点に向かえ。警備システムに見つかりました。警備システムを無効化するには専用スキルが必要なんですよね。あの赤外線センサー式の警備システムはあんまり見ないのでスキルポイントもったいないから取ってないです。なんでラジコンじゃなくてこっちに警備来てるのさ。あのサーバーは外れだった。なんで？アクセスしたんじゃ。中継ポイントだ。保管場所は他にある。いやいやいや、それはそんな仕組みじゃないよ。別のものがインストールされてるなら。ジョッシュ？
聞こえるか？社内メモを速読してるみたい。方法が分かったら連絡する。そっちは理由を調べて。 OK。 では移動します。できるオープンワールドゲーは好きなのでちょくちょくチェックしてるんです。ザクルーもなかなか面白いですけど、車から降りられないのはちょっと不満です。データの保管場所に接近中だ。接続元を探す。駐車スペースがありませんね。
オーケー、行くぞ。わあ、ホームは至る所からデータを取得してるぞ。こいつは 2.0 に限った話じゃなさそうだ。だろうね。デバイスの数は限られてるのにデータが多すぎる。システムに潜り込んでこのデータの行き先を調べてみる。うん、逐一知らせて。目的地は目の前ですね。ここに侵入すればいいのか。ただ突っ込んでも多分攻撃されるので侵入経路を探しますね。まずはギャングを呼んで警備を減らします。そりゃそうか。作業用のクレーンがありますね。あれを使います。うん、警備員が来たの。警官が参戦してるようですね。これ以上横には動きません。
逆側もダメですね。報告事項なし。じゃあ、あの2階まで登る手段を探さないといけませんね。セクターパトロール完了。お、使ってくださいとばかりに高所作業車がある。システムは最適に稼働中。これさえあれば侵入できない場所はあんまりないです。斜めになってるけど、まあいけるでしょう。セクターパトロール完了。外でこんなことやってるやついたら普通すぐに気づかれるけどね。庭にもリフトがありますね。わざわざこんなの用意してるんだから正規ルートの一つなんでしょうね。落ちてるお金は貴重な稼ぎ手段なので回収します。このゲームお金は結構稼ぎにくいんですよね。パッと見すごい金持ちに見えても車や銃などで要求される額も多いので足りません。ちょっとラジコンで偵察します。オールクリア。こっち側は何もないようだね。Thank you.
セクターパトロール完了。屋内に警備がいないのか。さあ、この冷蔵庫シェアプログラムの説明をしてちょうだい。つまり、私のスマート冷蔵庫をオンラインにして近所中の冷蔵庫の中身と比較する。材料不足防止のためにね。今時バターや牛乳の貸し借りする人なんているの？近頃はどこの通りにもコンビニがあるじゃない。これが機能するかどうか以前に、そもそも作る予定だったのは中身が不足する前に警告する仕組みのはずでしょ。ところがこれの主な仕事はダイエットコーラ3本と1週間前の唐揚げしかない私の冷蔵庫の中身を近所中にさらすことよね。友達や家族を批判するならインバイトで十分でしょ。ねえ、一体誰が承認したの？これ、建物中にある配線をつなげるパズルになってます。このゲームでは割とよくあるパズルなんですけど、カメラをあちこち切り替えないといけなかったり、後半になると制限時間までかけてきてなかなか面倒です。1箇所解除しないといけないですね。ありました。まだ見たいです。これですね。これでクリアみたい。オッケー、水門を開こうか。よっと。嘘。ガス、ユーメナイを呼んで。サーバーに侵入された。ローカルよ。何を見られたのかも誰かもわからない。絶対逃がさないで。ハッキングしてるのがバレてるようです。何したの？なんだよ、アクセス権もやっただろ。同時にホームの民間警備に通報された。接続をモニタリングする補助システムがあるみたい。急いでデータを抜き取るから
やり過ごして。急いでくれよ。警備が来るのでダウンロードするまで耐えないといけないようですね。あの部屋から離れすぎるのも NG だそうです。でもこれ誰も来ないね。人間の警備はギャングに一掃してもらったからもう増援はないのかもね。これでいいようです。あとは外に出るだけ。安全なのは分かってるから来た道を戻ります。サーラ、何が見えてる？ホームはユーザーを異なるストリームごとにまとめてアクセス権を他社に売ってる。主に保険会社みたいね。つまりピザばかり注文すると保険料が上がる。で、ホームに手数料が入る。うわ、きったね。氷山の一角よ。詳しく調べてネガキャン映像用にいいのを選んでおく。あの人何を、ブラシをケツに。やめろ、ネタバレすんな。これでクリアです。おい、ネタバレはなしだ。ネガキャン映像が完成間近だから、スートロまでの素敵な乗り物を用意した。局の準備を手伝わねえか。ハックしてくれってか。反技術派。今向かう。では今回はこれで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。